あの信号は今横断歩道の信号なの？そうじゃない。あ、この車も出てきた。向こうの車出ようとしてたから。よかったせばな、ああいう信号の信号のねえところでな、横断歩道の信号があったところでな、うん、あの止まる人が珍しくて突っ込んでくるとかな。あ、どこ兵庫県のだっけ？あったよね、うん。でもあの出方おかしいんじゃないかって。ノブルゲ突っ込んだことはね、止まるのに欲しか見えないからこっちだけノブルゲ突っ込むとおかしくねって。普通こういう大きな道に脇から出るときに止まらない表示なくても徐行してくるよね。徐行ってのはやっぱり止まるべや、少しやろうがなかろうが止まるよね、怖いもんね。それの何もなしに普通に突っ込んでくるよ、ドーンってぶつかってんじゃん。いや、それは田舎の人なんで。それがなんか止まらない表示が見えないから言ってんだ、違うでしょって。見えない場所にあればある程度はおまわりさんもそれを認めるよ。田んぼの真ん中の標識に越えたんじゃないんだからね、うん、だからお父さんが昔国に対してでもって一方通行のとこ入ってきちゃってパトカーに止められてあれされたけどさ、だけど一方通行初めて来たから、あの正直気がつかなかったからやんなはずねっていうか、その多分歩いて、うん、そこまで、うん、お前さんこれで初めて来て見えるって、うん、めっちゃ認めたちゃんと、うん、でほら千葉ナンバーでよ、うん、ちょっと知り合いに用事があって来たけど迷っちゃったからな、迷っちゃって道をあの迷っちゃってから一歩ずつは気がつかなかったで、その場で U ターンさせたけど止めて、違反切符切らんのね、切符切らないけど大丈夫、言い返してくれよ。そうそう、違反切符は切らなかったよ、うん、言うと聞きたい、分かった分かった分かったっつって、若いお前じゃねえけど、ちょっとこういうこういうはどう言っといていけばいいのってちゃんと教えてくれたよ。ああそう、地図書いてちょっとこれ、うん、簡単な地図だけどこういうふうにいけばいけるから、それは頭が取ってる、うん、ああいう時は他県ナンバーだから、うん、ごまかしが効くんですよ、他県ナンバーだからね、うん、だって初めて来たんだけど、確かに標識はね、だから多分あれあそこに出してた看板どかされたと思うよ、後から。その標識、その看板が、お店の看板があるから見にくいんだよ、うん、邪魔してて、うん、だから標識の方が先にできてんだよ、うん、標識が後からやったならお店の文句言えないんだよ、うん、だけど標識があるところにそのお店がほら目立たなくして作っちゃったわけで、うん、看板をつけちゃったわけで、だから後から外されたと思うよ、うん、おまわりさんが言って、これお店でいいけど、この標識のこっち側に、内側にしてくれって多分言われたと思う、うん、本人は標識が邪魔って言いたいだろうね、うん、だでしょうね、お店の人はね。だけど標識の方が先につけたんだから、ああいうのは分かるじゃん、うん、標識いつつけたとかって、お巡りさんは記憶に残ってる。本人は知ってるからみんなこの一歩手くらい分かるって言いたいんだろうけどね、うん、見えなくてね、一歩手くらい知ってるって地元の人はね言いたいんだろうけど、じゃあめっちゃ全然知らないところで、じゃあめ青森県の一歩手くらいどこでしょって行ってみーってそんなの多分だからお前り説明したと思うよ、頼むよね、
ういうわけで他県ナンバーの人が来たらこのまま見えなくて入ってきたからって。まあそんなに標識他県ナンバーもクソもないんだけどね、うん、他県ナンバーも地元のクソもクソもないけど見えなきゃいけないんだから、ね、そう標識が見えないに変わってね。だけどほらそこのお店の人はやっぱり それ自分とこの看板どかさって言われたら主張したいでしょうよ。主張したいよね。外したくないでしょうよ、うん、金分かってるしね、うん。そういうことできたらそういうだろうね、うん、そういうことできたらそういうだろうね。だから、誰でもがちゃんと見えなくちゃまずいからって、うん、あの逆走すると正面一つの恐れもあるからってやられたら、うん、どうにもなんない。やらなきゃもさ、ああいうとこ行くのはほらおまわり後方の人が行くわけでしょ、うん、口八丁手八丁の人が、うん、だからいくらどうのこうので頑張ったってダメだよ。何日以内にお願いします、今すぐとは言わないけど何日以内にお願いしますって言われるよ、うん、お金もかかることだから、うん、ただじゃないかね、商売やってる人はさやっぱり目立ちやせないからさ、うん、そういうのはやっぱり なるべく前に出したいもんな、保有者がね、全員ここってことしててもね、それは通らないからね。ダメだよ。ダメだね。候補者そういうふうに言うでしょ、きっと。来ても言ったってダメだ、通らないって。通らないからね、まあ。それは自分の勝手だ。自分の勝手もね。そういうとこはおまわりさん、ダメだよ。通さない。うん、通さないもんね。自分の勝手は。自分たちが強いとこはどこまでも強いから。強いからね。お前さん。そうすると、弱い者いじめがやってなるんだけど、あのお店やってる人は。そうね。だめよって。金かかるのによ、金かかって作ったのに、今、半数なんて。2年も3年もそのままになってるのに言わなかったのに。だろうね。うん、急に半数って言いやがって。まあ、半数はそういうとこだもんね。ん？つけた瞬間に言うならね、そうなんですけどね。2年も3年も黙っててね。急になんで急に言うの？急に、なんでだって。どかせて言いやがってよ。しかもね、こういう人がいたからってことはなんで誰かがしてきたのか、お前は嫌なのかってあるもんね。本当はその前に言わなくちゃダメなんだよ。本当だって。本当はね、うん。つけた時点で。つけた時点で、うん、そんだけパトロールしてるようでパトロール見てないんで。逆にもね、なんで急にこれつけたの3年前だけど、なんでその3つけたの言わないんですかって質問してるだろうね。それは言われるでしょう。外しますけども、その理由を教えてくださいってね。急になんで急に言うんですかって。言われたからそう言ったんでしょうね。誰も見えなくちゃまずいかった。それが3年前は今同じでしょって。だから今まで気がつかなかったって今それまでじゃん。うちの方も悪いんだって言われてたらそれまでじゃん。じゃあ3分の1大丈夫だよって。それはない。ないけどね。言いたくなるよね。だから認めるかね。まあ、そこは言われたらそう言うだけだよ。3年も前からやっててなんで今急に言うんだって言われたら、いやうちの方もパトロールの人間が気がつかなくて申し訳なかったって言うだけだよ。うん、あの広報で来る人は自分が悪かったとは言わないよ、うん、だからパトロールの人間がね間っていうだけだよ、うん、
国立だから交番でしょ、ああいうとこは。交番だから、うん、パトカーは巡監でしょ。うん、ちょっと交番でって暇そうにしてるじゃん。うん、まあ文句はお店の方言うだけ言うよね、一応ね、全部ね言うよ。パトカーだと交番の人いつも暇そうに立ってるだけじゃんって。いや、交番の人だって回ってるってんでしょって言うじゃん、ね、全然何も言わねえって。こうして世間話したって何も言うって、ね、いつも交番のマネは言えねえんだよな、そういうことな、うん。本庄にも上げてなかったんでしょうから、うん、あの実はこうなんだけど私から言えないからこっちで本庄の方から言ってもらえませんかねって、本当は交番の方が言っとけばよかった、うん。やっぱり交番のお巡りさんは地元にはいい顔したいから、いい顔したいからね。皆様あっての私たちですからって、うん、あのいい顔したいから、そこはしょうがねえ。まあ、そんな小判の人そこまで聞かれてると思えないけどね。ん、小判の周りがそこまで聞いてると思えないけど、ね、聞いてないだからよ。この先だから一般道道の駅がもう謝るだけだよ、そこんとこは。いや、うちの方でも気がつかなくて申し訳なかったって謝るから聞くと、素直に。それは言うでしょ、高校の人は。不正八丁点八丁だから。こんなのいたかもかいかもねえ。外せって言うからには。今度また一歩通行入ってきて捕まえたとき、まあ、それ言われちゃったら今度ほら自分たちの責任になるじゃん、うん、結局は。結局はね、うん、お巡りさん、そこは認めたくないもん、うん。ここだけは聞いたのかどうしよう。ちょっとあれも心配だけど、つまりやってるかどうかも心配だけど、月曜日だからさ、うん、まあやってなきゃやったら、ね、それでしょうがないね。うん、まあ電気ついてよかったら安心したけど、まあ食べてる、それも心配したけど、こういうのは止まってからやってるよ。こういうのはもうあれかな、指関係ねえのかな、自由人が。